こんにちは。堀秀夫です。えー、世界を旅行して、まあ、暮らしてるわけなんですけど、現在東京にいます。そしてね、えー、昨日ワイン会に参加してきましたけど、まあ、ちょっと面白い思考のね、えー、格付け方式のワイン会というのに参加してきました。まあ、すいやってみたかった。ね、やってみたかったんですけど、やってみたらね、えー、想像以上にプレッシャーかかります。 もうテレビで見るのと自分でやるのは大違いと。ねまあ、みんなガクトすげえっていうふうにやっぱ言ってましたね。で、テレビのように、これ外したらワインなんか飲まない方がいいとかね。この味が、味の違いがわかんないんだったら肉なんか食わない方がいいとか。まあ言ってみたいんですけど、じゃあ言ってね、外したらどうすんのと。ね、<laughs> あの目の前に。 いてね8人でやったんですけど、目の前にいてね、外したらちょっと恥ずかしすぎるからっていう感じでね、みんなもう無口、無口でひたすらどっちだっていう感じでやってました。おなじみのドンペリと安い酒、同じメーカーの別の場所で作ってる、ドンペリとオーストラリアで作ってるえシャンドンねえをまずね乾杯に使って、これを当てるところからスタートしました。 で食べ物についてはね、見た目で分かるものはこうやって目隠しをして、もうまんまあのテレビのね、えー、感じでやってまして、で、お題、ね、お題はこんな感じで、えー、まずは、ね、シャンパン、ねえー、モエシャンドン、ドンペリニオン、それとオーストラリアの、えー、シャンドンを当てると。ね、で、食べ物の方は、最高級北海道産バフンウ と、えー、そうじゃない、ロシアの輸入物かなんか。ね、で、それから、出、ね、し、えー。しっかりと作った一番出し、えー。それと、ね、その時は、後から種明かしされましたけど、本出し当てると。で、えー、白ワインのシャルドネ、ね。高級シャルドネと、えー、そうじゃない、シャルドネ。値段の差が3倍か4倍だったかな。くらいの当てて、 で、天然のタイ、ね、と洋食。それから日本酒ね、ね、えー、コンビニで売ってる安いパカっていう感じの日本酒と、えー、高級な美味しい日本酒。えー、それから、ね、和牛、ねえー、国産高級和牛と、えー、それからオーストラリアの成形肉。で、えー、ワインはピノノワール、高級ピノノワールと、まあまあ、えー、悪くはないけど、まあ、普通、普通というかね、えー、それほど高級でないピノノワール。 これが一番難しかったような気がしますね。で、えー、最後、焼き物。ね、浜名湖産のうなぎと、まあ、これももう一個は何だっていうのはね、えー、答え合わせの後で、えー、教えてましたけど、ナマズを当てると。で、ワインはメルロウ。まあ、そんな形でやってきました。小道具もしっかりあってね、なかなか本格的な感じで、えー、楽しめました。 ナマズとウナギえび新ん風に。で、最後に、この格付けで使ったワインと記念撮影をして終了と。ワインと和食、酒店、あか坂さん。赤坂にあるお店でやってきました。これね、リクエストすればまたやると思うんで、これ見て面白そうじゃんと思った方はね、この茜坂さんの Facebook リンクここに。 つけておきますんで、リンクをしてね、格付けまたやんないのか出たいとかって送っといてくれれば、またやるんじゃないかなと思います。ね、またやったら日テレアイ私もまたリベンジしようと思います。でちなみに、全問正解したらね、えー、すごいなかなか希少価値の高い、えー、シャンパン、お土産にもらえるとこだったんですけど、まあ、お酒に関してはね、ワイン好きですし、まあ、お金、ね、結構、 注ぎ込んんででますんでね幸い高いお酒と安いお酒っていう違いはわかるんで全問正解できたんですけどしかし高級和牛とオーストラリア産成形肉を間違えましたねああって感じですねでさらにね天然体と養殖体を間違えました俺は本当に食い物好きなのかみたいなね、えー、もしかしたらこう 高くて美味しくての豚に真珠状態なのかなみたいにねえ、ちらっと思いましたけど、まあ何はともあれ、なかなかね、え面白い思考の、えー、ワイン会でしたね。まあワイン会なり何な,なりでこの格付け方式やってみるとね、まあ盛り上がるというか、まあ面白い。で盛り上がるっていうかね、結構無口になりますね、これね。逆に偉そうに コメントする縛りをくっつけて、偉そうにね、コメントつけて、外れた後の気まずさをこう楽しむっていうのも、ドエムな人にはいいのかなって気がしましたけどまあ何しろね、えー、格付け方式のワイン会、えー、参加して、なかなか楽しかったんでね、えー、ちょっとレポートというか、えー、動画を作って報告させていただきました。以上、堀秀夫でした。